バカは、ジョージアのシダカルトリ州、ハシュリ地区にある村落。ゴミ、テミに属する。シダ、カルトリヒラの西部、チェラツヘビ川の川沿いに位置する。海抜は670メートル。ハシュリからは東北東へ、約16キロメートルの位置にある。村の郊外にはバカ聖母群があり、またソマネーティの遺跡には、ソマネーティ聖母聖堂が建てられている。 村にはバカ聖母制度とバカ生義ルギー制度も置かれている。国勢調査による人口は次の通り。バカにおける最初の教育機関は19世紀末頃に設置された。この学校は4年生であった。共産党の統治が確立すると村の貴族の館が接収され7年生の学校として開校した。第二次世界大戦後は中等学校となった。 1986年に新しい校舎が建てられるまで、学校は全て同じ建物が使われてきた。バカ公立学校の現在の校舎は1986年に建てられたものである。近代的な3階建ての建物であり、体育館と会議室、フットサルコート一面、バスケットコート一面、コンピュータ室、図書室、音楽室、医務室、食堂を備えている。 ジョージア語とジョージア文学、物理学、数学、科学、生物学、歴史、音楽のカリキュラムがある。また、地区議会及びポーランド大使館の支援を受けて、未就学児向けの幼稚園が学校に併設されている。インターネットが利用可能であり、レスリング上の機能も有している。ありがとうございます。